皆さんこんにちは、オリエタカフミです。こんにちは、 AI 音声ともこです。それでは今日の質問です。堀江さんぐらい有名になると、レベルの低い方々からの嫉妬から来る何も生まない言葉や批判などを受けたとき、今は慣れてらっしゃるかもしれませんが、不快な思いや怒りの感情を覚えることも少なからずあるのではないかと思います。そういったときにどのようにして平静を保ったり切り替えを行ったりしますか、という質問です。はい、今日もサムライインキュベートさんのコーワーキングスペースからお送りしておりまして、ゲストは昨日に引き続いてクーパ株式会社平弘明さんです。よろしくお願いします。なんか今も募集されてるんですね。そうですね、チョップスティックという社会派アニメをやっておりまして、はい、日本初の社会派アニメというので、まあ、ニュースでいろいろやっ て気づいたらみんな忘れてるようなニュースネタを独自で取材して、それをアニメに書き起こす。昭和40年代のアニメみたいな雰囲気でございますね。でも 75% までいってるんだ、はい、もうすぐですね。ホリエモンチャンネル、はい、私質問に答えます。忙しいのでそんなネガティブなことをぐちぐち考えてる暇がないっていうのが現状かもしれません。忘れることが大事です。もっと楽しいことがたくさんあるんだから、そっちを想像しましょう、というふうに答えました。どうですか、そういうのありますか。なんか人の悪口に乗っかるとその人の人生に乗っかっちゃうので、うん、そんなこと気にしてると時間もったいないじゃないですか。そうなんですよ。自分のやるべきことにまずプライオリティを置いて、それを優先することにまずは全てを全力投球した方がいいんじゃないかなと。どうですか、ネガティブなこと考えますか。考えそうですね。うん、考える、全然考える。そうだよね、めちゃくちゃ考えるけど、でも人と会うときはやっぱり楽しい方向に持っていくようにして、一人でいるときにネガティブになることが私は多いですけど。いや、だってこれね、何も生まない言葉とか批判って、批判してる方は実はそんなに深く考えてやってないんですよ、うんうん、そうか、うん、自分がそういうことをやったときのことを考えればいいんだけど、いじめっ子もいじめられた方は覚えてるんだけど、いじめっ子は全然覚えてなかったりとかすることってあるじゃないですか、うんうん、だからそれと同じなんですよ。基本的に嫉妬とかから来るなんかやっぱり造語みたいなものっていうのは基本的に何も考えてないんですよ。対して僕の自分たちのことを本当に嫌いなのかっていうと、そうでもないんですよ。なんかポンって何気なく言っちゃったみたいな。しかも自分に言われてることって、10人から言われたら10人は1個ずつしか言わないけど、自分にとっては10個来るから一手に引き受けることになるじゃないですか、嫌な言葉を。それもまた何かズーンって沈んじゃうんですけど。でも沈まない方がいいですよ、言ってる方は何も考えてないんですよ、ね、気楽に行こう。むしろそんなこと言ったら僕なんかもう大変ですよ。確かに大変だ。10回ぐらい自殺してると思いますよ。確かに確かに、10回どころじゃねえな、100回以上自殺してると思いますよ、ね、それぐらいの、はい、こと言われてますけど平気です。楽に行こう、楽に行こう、楽に行こう、ということで今年終わりです。今日で、あ、そうなんですか、はい、2013年が今日で終わりです。あらあら、もう100回以上続いてよく持ちましたね、本当に、ね、ベラダユキもクビにならず、あはあ、セーフ。気球をあげるんですよ、今日実は初日の出、素敵です。高度30キロぐらいから生中継をしようという世界初のプロジェクトでございます。ということで、はい、今年もありがとうございました。ありがとうございました。また来年お会いしましょう。はい、ホリエモンチャンネル、 YouTube チャンネルもよろしくね。